ですね、一番最初導入されたのは実は慶応大学ですね。それから立命館大学、筑波大学ももちろんございますし、京都大学、ですね、メインとしましては情報工学の先生方です。こちらの教育用ではなくて研究用に販売しているものの方なんですけれども、だいたいメンテナンス料込みで214万ぐらいです。ちょっとオプションによって前後しますけれども、だいたいそのぐらいだと思っていただければ。このエデュケーションプログラムに参加していただいた場合に値段が変わります。とですね、まだ、日本で発売して間もないというのもありまして、ちょっと定価とか決めてないんですけれども、あとは研究の内容によってもちょっと変わってきますので、ちょっとここでは今申し上げられない。そうですね、はい。